今日のお話はガンジンのお話ガンジンについての詳しい伝記それがガンジン和上統制伝だガンジンが亡くなってからしばらくのうちに成立した 書いいたのは近江の御船という文人である鎌倉期にこれをもとにして絵巻物が作られたこれもこの後で一部分見せていくことになる鑑真和上東征殿の作者近江の御船これは奈良時代の文人の双璧と言われた一人で大友の王子の宋孫、えー、彼は歴代天皇の寛風志望まあ例えば もともと若武と呼ばれていた天皇に大王に有略天皇という名前を宣誓、まあ、したそういうことをやったのがこの南船であるもう一人の磯ののかつぐは日本で初めての公開図書館としての運転を作った人ださて鑑真が日本にやってきた理由それはこの「受解」という制度受解という儀式制度をしっかりとしたものにするというのにあった。 儒介というのは仏教の教団に加入するため守るべき戒律を受けることである。戒律,戒律というのは仏教で修行者や相談が守らなければいけない規則。立衆というのはこの戒律の研究実践それを行う宗派である。鑑真はこの立衆を日本に伝えたわけである。ここで、えー、一般の人間がどうやってお坊さんになるのか簡単に見ていこう。 一般の俗人はまず徳度ということをやり紙を剃り修行の状態に入るそれが三味半人前の僧侶であるそして修行や学問が一定のものを納めたならば最後に樹海という戒律を授けるというそういう儀式を行って正式のお坊さん国家が認めた感想になるわけである奈良時代の仏教は国家仏教であるから この特度や受解というのは、国家によってそれが認められるということになる。そのために、土町であるとか会長と呼ばれるような証明書が発行される。特に特度をすれば、税が免除されるという特典がある。中には、国家の許可を得ないで、勝手に特度をして、それで税を逃れようとする。指導層というものがあるけれども、それはもちろん禁止である。 また「樹界」というのは階段を設けそこに三四七章という承人を立ててそれで誓いの儀式を行わなければいけないそういういろんな決まり事があるんであるつまりこの樹界という制度これをしっかりとしたものにするにはこの仏教のの後期粛清とというのになながる大事なことなんである。大事こであ当時国家仏教ということでたくさんのお坊さんがだんだん生まれてきた一つの寺院社会お坊さんの社会というのができてきた。 しかし彼らは特権に甘んじて行いがだんだん乱れてくるということがあったどうしても国家公務員としての必要性のある倫理規定というものが必要になってきたそのためにもこの樹海というこの儀式制度そういう考え方をしっかりしたものにしなきゃいけない藤原不比人が亡くなった後、政界のトップに立った知太政幹事の舎利親王はそういうことを考える 戒律の死を日本へ連れてこいということを二人の留学生、陽英と不祥に命じたこの二人,人が留学僧として天平を5年733年に検討使として中国へ渡るのであるそして天平を5年733年陽英と不祥は大使多治比の広なりの検討船で中国へ渡ったしかしなかなか求める戒律の死は見当たらない それで10年の歳月が流れたそしてついに楊州の大明治というところで楊栄と不祥は戒律の大家である鑑真と出会うのであるそして鑑真に日本への殿下への死の将兵というのを懇願するのであるこれ,にこれを聞いた鑑真は次のように言った聖徳太子というのが日本にいたけれども彼は南岳絵師という 中国の大仏教者、大構想の生まれ変わりであるというふうに伝えられている。また、長屋王という政治家は千枚の袈裟を作って中国にそれをもたらした。まさに日本は仏教が交流し、上の国である。そして弟子たちにこう言うのである。今、我が同法酬のうち、誰かこの 遠征に応じて日本国に向かい法を伝える者やある誰かお前たち日本へ行く者はいないかというふうに聞いたんだしかし弟子たちは皆黙念として一人もこたうる者なし押し黙ってしまった恐る恐る一人の弟子が発言した彼の国ははなはだ遠く生命も損しがたきだし爽快病慢として百に一つの至る者も,もなし 遠く離れた、そして航海の危険な危険を伴う日本への渡航というのを言ってそれだからこそ誰も答えようとしないのですと弟子たちの沈黙について説明したのであるそして次の瞬間だ鑑真和女はこう言ったんであるそれならば私が参りましょうこれ法のための異なり諸人いかずんば我すなわちいかんのみと。 これは弟子たちも驚いた。元人自らが日本へ行くということを決意したその瞬間である。統制伝中最も感動的な場面である。こうやって元人が行くということになって、弟子たちもそれについていくということになった。こうやって元人の非常に苦難に満ちた日本への都会ということが始まるのである。しかしこれはことによってすぐダメになってしまう。 まずは密告によって楊栄や負傷が捕獲されるということになったつまりこれだけの抗争を日本に連れていくというのは犯罪的なことだということで密告があってこの楊栄負傷が逮捕されるなんていうこともあったまたせっかく航海に乗り出してもこうやって船が遭難してそれが無駄になってしまったこともあった結局鑑真の渡航失敗は5回に及びそれに10年の歳月がかかったのである,、えー、ある時は密告により ある時は南パ漂流により失敗したのである特に鑑真第5回目の渡航は悲惨なものであったずっと南に流され最終的に海南島に着岸するということになったそのために南方の見たこともない自然というのにそれを目の当たりにして愕然とするのであるこのような巨大な魚が泳いでいたりしたそして 海上での水の不足喉が渇くこういう経験もあったある時妖精が夢を見て天,天帝の役人が我々に水を与えてくれるというような夢を見た目が覚めた妖精はすぐにお椀を用意しろと言って、えー、乗組員たちに椀とか何か入れ物を用意させたそうすると向こうから雲が湧き起こってスコールとなって大量の雨が降り注いで それででききを癒すことができたとがたいうんだ実際そういうこともあったんだろうと思う。なんとか生き延びたけれどもこのような南方の不慣れな自然環境それにはこの鑑真一行の健康状態を,を損ねるということになり例えば妖鋭がなくなり弟子の証言がなくなり鑑真自らも失明する。 いうようなことになったもうガンの日本行きは絶望的かと思われていた時また新たなチャンスが訪れた天平商法4年ちょうど日本で大仏海原供養が行われる頃検討支線が日本からあ中国へやってきたのであるつまりこの検討船検討船は4つの船からなっているので別名4つの船と呼ばれている この時には、遣唐大使藤,藤原の清川の船が船団がやってきたんであるそして鑑真をこの遣唐船に乗せてそれで日本に連れていくというそういう可能性が出てきたんである753年この遣唐船は帰国の途へつくその時に鑑真を乗せて帰るということになった遠光寺を訪ねた 検討大使藤原清ぜひ検討船に乗って日本へ行ってほしいただし中国の皇帝から許可が出なかったあるいは許可を得ないまま密航という形で連れて行かざるを得ない、えー、そういうことを相談しそして元人もそれを承諾したそうやって第一線藤原清川の船に元人が乗り込むことになった。なおこの第一線にはかつて 日本から検討留学生として中国に渡り長い間中国の朝廷に仕えそこで活躍をした安倍の仲丸彼がやはり日本に帰りたいと晩年思いそれでこの清川の船に乗って日本に帰ることになったんだしかしここに一つの転機が訪れたというのはこの清川だんだん鑑真などこの この船に対する警戒鑑真を連れ出そうとする、えー、そういうものに対する中国の役人たちの目が厳しくなりどうもこれはまずいというふうに、えー、後悔しだしたのであるこういうふうに言った「香港香陵軍また大和城の日本国に向かわんとするを」を各地しまさに船を探さんとすもし探し得られる時は死のために使いのために災いあらんまた風に漂わされ 流されかえって塔の境につ,かば罪悪を免れずつまり水際で探索されて、えー、この鑑真ンンの密航が見つかったりあるいは船が漂流して、えー、他かの岸に、えー、漂着して鑑真、えー、ンンの密航が露見されるというようなことになればその罪悪、えー、その罪は逃れられないそういうふうに怖気づいたんであるそれで鑑真、えー、ンン一行を降ろしてしまうんである せっかく乗せると言ったものの、まあ、結局心変わりして鑑真を下ろしてしまったんである。しかしここに第2戦を預かっていた健闘福祉大友の小丸というのが密かにこの鑑真たちあるいはその弟子たちを招いて自分の船に乗せて全て知らしめずつまりそれを他の人上司の藤原清川にも内緒でそういうことをやったんである。 そうやって鑑真ンンは第2戦に乗ることになった。第2戦大友の困ろうこの船に密かに鑑真ンンたち一行は乗った。なお鑑真ンンとは別行動をとっていた府将が駆けつけてきて第3戦のきびのまきの船に乗った。こうやって船が出,版する出,航出航することになった。出航してまもなく15日という日に、 同時に出発したものの一匹の一羽のキジが第一線の前を飛んだキジというのは日本の古来なんかあ縁起の悪い鳥というふうに考えられていて日本神話でもキジというのはあその鳴き声から縁起の悪いものと考えられていたまあ最近までもやはりキジが鳴くと地震が起こるというようなよくない予兆があるというようなことで嫌われることがある。 多分そういういことで、この記事が横切ったということでそれはあ縁起が悪いということで一旦ここで怒りを下ろしてとどまると海上で船の上でとどまるということになった夜を明かすということになったんであるこの日にち15日当時は陰暦だからこれがそのまま月の月の満ち欠けに相当する15日は満月である天気が良くて満月がきれいだったんだろう そこで第一線に乗っていた安倍の中丸が次の有名な歌を詠んだんだ「天の原振り酒見れば春日なる三笠の山にいし子きかも」。三笠の山というのは遣唐使は出発する際に先立って三笠山この春日山の背後にそびえる三笠山の麓で神様に航海の安全を願うということをやっていた。 つまりこの阿部中丸の歌はこうやって見る月は自分が遣唐使として日本を出発する時その後悔安全を神に祈った時に見たあの三笠山の山と同じ月だなまあ日本へもうこれで帰れるというその望郷の念とその喜びを歌った歌というふうに考えられようこうやって出発するんだが果たして第一線 安倍のの丸が乗っったたこの船はどうなったか第2戦大友の小丸の元人を乗せた船は何とか日本にたどり着いた元人が上陸した地これが鹿児島県の秋目浦であるここにその日が立っている第3戦もたどり着いた第4戦もいろいろ災難はあったけれども翌年何とかたどり着いたしかし 第一線はダメだったんである南方に流されついにこの二人は日本に帰ることなく中国で世を去る中国で、えー、亡くなるということになったんだつまりもしも元人が当初の予定のまま第一線に乗っていたら元人も日本に来れなかったということになるこれは藤原清川がおじけづいて元人を降ろした、えー、その時にはなんか不運な感じがするけれども結局それがかえって幸運だったんだ。 第二戦に乗り換え,えたということがあってだからこそ鑑人は来れたまさに陣地を超えた仏のご加護であろうさてこうやって鑑人を連れ帰った最大の功労者大友の小丸であるかしかし彼は日本に帰ってきた後悲惨な最後が待っていた天平法事元年反中丸の食う出たいわゆる立花の奈良丸の変その首謀者としてこれに加担し結局逮捕され 拷問のの殺されるるである来日した鑑真は日本仏教の,この発展というのを大いに尽くしていく特にこの東大寺に行ってそこで樹戒の儀式を行うこれは大変盛大な仏教上の儀式でもあったまた戒律についての教えを請うということでいろんな学僧たちが集まってきていろんなこう教わっている そうやって日本に正式の階段が開かれた。東大寺、大仏殿の近くにこの階段が設けられそしてその出張所みたいなものが関東と九州に作られた。この 3, つ3箇所に階段が設けられたので、これが奈良時代の三階段というふうに呼ばれている。特にその中心は東大寺。大仏殿の西側に現在でも階段道があり、 階段院がありその中心に階段堂があるそこにはちゃんと階段があって一般にもこれは見学できるようになっている真ん中に多宝塔がありその周りをこの天平記の塑像、まあもともとここにあったかどうかは議論が分かれるけれども四天王像塑像の傑作四天王像が安置されているその後、元鑑真は東大寺で5年間を過ごした後新田部親王の旧知を もらいそこに戒律を学ぶための修行の道場を開くことになったこれが現在の東招大寺なのであるやがて鑑真は亡くなるその直前弟子の任期は夢に行動の針や胸や針が折れる夢を見て偉いお坊さんが亡くなる前兆であるということからこれは鑑真様が亡くなる前兆だと考えたんであろう。弟子たちは元人に 和殿の姿を写し取った像を作,作らせてほしいということを願い許しを得たそうやって作られた像がこの有名な鑑真和上像である関室像像日本最古の肖像彫刻そして天平法治7年5月6日に鑑真は結果ふ座したざしたまま目を閉じ亡くなったのである見事な最後であった 唐招大寺は鑑真を忍ぶ寺、そして鑑真の教えを伝える寺として今日に至っている。唐招大寺の近道、その内部には本尊のルシャナ仏、その両脇に千手観音と薬師如来が立っている。このルシャナ仏はもちろん東大寺の大仏と同じルシャナ仏である。隣に立っている千手観音を、これは本当に千本の手を持っていると。 いいうすごい仏像でであある、圧巻である。そして学僧たちが講義を聞き勉強するところ行動、これも天平,天平時代の建築であるがこれは平城宮の東長州殿これを移築して改造したものであり当時としてはこの役所の建築というものが残されているという点で大変貴重なものである。 なお鑑真を連れ帰った楊栄と負傷のうち楊栄は中国で亡くなったけれども日本に戻ってきた負傷これはひょんなところに資料上名前が出てくるこういう資料だ道路百姓の巨来絶えず。この百姓の巨来というのはもちろん農民が百姓の巨来農民があ旅をすると言ってもレクリエーションの旅ではない。 こういうい長洋を運搬する都に長や洋を運ぶという運客あるいはいろんな造営工事に挑発された人民それを指している、えー、彼らは大変苦難な旅を強いられ途中で野垂れ死にしたり、えー、病気で倒れたりということがあるだから例の行基はその社会事業の一環として不正やというものを設けている。 旅行者に食料などを施して休ませるという設備を設けたんである不正やまあ言ってみれば府省も同じような仏教者僧侶としてのこう社会事業的な意味合いでこういうことを言ったんであろうつまり道路を行き来する百姓もしも樹木が木が生い茂ってその傍らにあったならばそこに行こうことができる。 そここでで体を休めるる。とができるし夏ならばそこが日陰になって暑さを避けることができるもしも喉が渇いたりお腹が空いたりすればそこの木の実果実そういうものを摘み取って食べることができるだから場外の街道筋の両辺に両側にこの実のなる樹木を栽培してほしいとそういうことを懇願したんであるこれを朝廷にお願いしたんである。 つまり国家行政による街路樹の設置それを懇願したそれを朝廷に申請したということになるこの申請は認められた日本で最初の国家行政に基づく街路樹の設置というのが行われたこれは中国ではすでに街道の両脇にこういう街路樹が植えられているというのが当たり前だった府省は中国をあちこち旅してそういうことを知っていたんだろう そして日本に帰ってきて中国のその制度を知ってこういうことを日本でもやろうということを言ったんであろうとまさに留学僧であった不祥それが面目厄除たるまあそういうささやかではあるけれどもそういう意見だと思うさて東招大寺というのは鑑真の教えというものを伝えるえ そのまま天平時代の国際,国際的な雰囲気そういうのを伝えながらそれでいて非常に地味なあお寺といいますか、まあ、大変にあの私が好きな寺あではあります。東正大寺近そして何と言ってもこの鑑真和上像それが中心にあるといえるであろう。これは普段はあ一般には公開しないで図紙の中にしまわれている。ただ、 鑑真の命日である5月6日の一月遅れ6月6日前後の時期に一般公開されているちょうど若葉が6月の初めだからあ若葉が青く茂っていう時期だけどもちょうどこの鑑真和上状について読んだ松尾芭蕉の俳句というのを若葉して御目の雫ぐわばやというんで。 ちょうどその同じ時期。まあ、岩神が、岩神像が今日公開されているけれども、その時にはこの松尾芭蕉の句も思い出してほしい。音目の雫というのはもちろん、この若葉の時期に雫、それがこの鑑神像にも雫がついて、それが目のあたりについているとちょうど涙のように見える。それを拭ってあげない、拭ってあげたい、若葉でもって拭ってあげたいというような意味なんだろう。 その恩目の雫、まあ涙だけれども、それは鑑真さんのこの慈愛に満ちた涙ということも考えられるけど、鑑真和上像を拝む、我々にとっての、その崇高な人格に触れたということによって、込み上げてくる感動、そういうものから我々が流す涙、我々が涙ぐむということも重ね合わされるんじゃないかと思われる。ぜひ、東招大寺に行って、この鑑真さんの考え、 がんじんさんの生涯そういうものを思い浮かべてぜひこの御目の雫涙というものをこれは感じ取ってほしいと思う今日の話はそれまで